稲妻は、海上自衛隊の護衛艦。紫型護衛艦の5番艦。艦名は、稲妻に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍の雷型駆逐艦、伝、吹雪型駆逐艦、伝、雷型護衛艦、稲妻に続き4代目。稲妻は、中期防衛力整備計画に基づく平成7年度計画4400トン型護衛艦。 2234号艦として、三菱重工業長崎造船所で1997年5月8日に寄港され、1998年9月9日に浸水、2000年3月15日に収益し、第4護衛隊軍第4護衛隊に編入され、呉に配備された。2002年7月1日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、朝風と共に、 インド洋に派遣、同年9月まで任務に従事し、10月29日に帰国した。2004年、艦隊平洋合同演習に参加。2006年3月14日、テロ対策特別措置法に基づき、補給艦、大海と共に、インド洋に派遣、同年6月まで任務に従事し、8月7日に帰国した。2007年5月16日から8月1日の間、 護衛艦、クラマ、懲戒と共に、米国派遣訓練に参加。2008年3月、2009年9月21日、護衛艦、サザナミと共に、クレに寄港したオーストラリア海軍補給艦、サクセス、フリゲート、バララットと交換する。2011年3月15日、第八次派遣海賊対象行動水上部隊として、護衛艦、サザナミと共に、ソマリア沖、 アデン湾に向けて、クレキチから出港、同年4月9日から7月15日までの間、28回の護衛を実施し、同年8月11日帰国した。2014年3月17日、第18次派遣海賊対処行動水上部隊として、護衛艦、海霧と共に、ソマリア沖、アデン湾にへ向けて、クレキチから出港した。同年4月23日、 アデン湾にて漂流船を発見し、乗船者75人を救助する。等の任務に従事し、同年9月20日、帰国した。2014年10月24日、編成外により、第4護衛隊軍第4護衛隊に編入された。2016年7月10日、第25次派遣海賊対象、行動水上部隊として、護衛艦、鈴月と共に、ソマリア沖、 アデン湾にへ向けて、クレキチから出港し、翌年1月12日、帰国した。2017年11月3日から6日にかけて、日本海において彦目印共同訓練を実施した。米海軍は、空母、ロナルド・レーマン特築艦、チャフィー、インド海軍は、フリーゲート艦、サッツプラ及び、コルベット艦、カドマットが参加した。また、同月12日には、護衛艦、 巻並及び、伊勢と共に、空母、ロナルド・レーガン、ニミッツ、セオドア・ルーズベルトほか、官邸数席と、日米共同訓練を実施した。2018年7月の豪雨の影響により、呉市内で断水が発生したことを受け、7月8日から、館内の入浴施設を被災者に開放。本館は主に、呉市在住者向けの、男湯として機能した。稲妻の入浴。 給水支援活動は7月19日まで継続された。同年8月26日から10月30日まで護衛艦、艦が鈴月とともにインド太平洋方面派遣訓練に参加し、インド、インドネシア共和国、シンガポール共和国、スリランカ民主社会主義共和国、フィリピン共和国を訪問する。9月13日には南シナ海で潜水艦、 黒潮と合流し、対戦戦の訓練を実施した。9月26日には、スマトラ島西方海空域において、カガと共に、南シナ海へ向かうイギリス海軍フリゲート艦、アーガイルと日英共同訓練を実施した。2019年5月21日、練習艦、カシマと共に、令和元年度遠洋練習航海に出発。 第69期一般幹部候補生家庭修了者、約190名を含む、約580名と共に157日間で11、過国、13期コーを、訪問、10月24日に、横須賀に帰党した。現在、第4護衛隊軍第4護衛隊に所属し、提型校は、5である。なお、稲妻の名を持つ日本の官邸は妙に衝突事故と、縁があり。 初代から三代目まで必ず一度は衝突事故に遭い、初代に至っては沈没要因にもなっているが、幸いにして四代目となる。この間は今のところ衝突事故を起こしていない。洋上を行く稲妻広報から見た稲妻。ありがとうございます。